さあ、一本の体勢のまま残り2周回を切ります。さあ、打掌周回、ここで1番の一ノ瀬が入っていきます。1番の一ノ瀬が前を抑えました。3番の大山が2番手、4番の吉田が3番手。さあ、引いた5番の山口で第2コーナーからバックストレッチに入ります。1番の一ノ瀬が先頭で、さあここでジャンを受けました。1番の一ノ瀬先頭、3番の大山2番手、3番手4番吉田、そして5番の山口、後方から踏んでいきます。4コーナーからホームストレッチに入っていく。さあ、正面に戻ってきまして、まもなくレースの方は最終周回、あと1周。さあ、5番の山口と1番の一ノ瀬の力比べになった最終周回の1センター。1番の一ノ瀬インコースから突っ張る。3番の大山が2番手のうち、ここは死守した。さあ、4番の吉田も3番手続く。バック3コーナーに向かって1番の一ノ瀬、そのままのペースを押し切るか。3番の大山絶好、番手ぴったり。さあ、4番の吉田は3番手で最後の直線に入ってくる。1番の一ノ瀬先頭を逃げ切るか。1番の一ノ瀬そのまま、しかし変わったか。3番の大山、さあ4コーナーを回ったところで1番の桜井がモーションをかけます。残り2周という赤番ケージ、ここで先頭に出てきたのは1番の桜井です。桜井が主導権を奪いに行って3番の下沖は引いていきます。1番手4番手それぞれライン入れ替わって、赤番周回先頭は1番の桜井が先行体制。4番渡辺、6番の永井とつないでここで金を受けました。3番の下沖、中段の4番手前との車間少し開けて、ここは足をためています。4コーナーを回ってくる1番の桜井大地の先行に対して3番の下沖とのまくり対決か。さあ、最終ホームラスト1周回を切ったところ、司会では3番の下沖、1番の桜井突っ張る。1番桜井が突っ張り先行、4番の渡辺が番手、ここはブロック。第2コーナーからバックに向かって3番の下沖の勢いがやや止まった。さあ、バック3コーナーに向かって1番4番と完全に東ラインとなった。3、4コーナーカーブ。さあ、ここは1番4番体制で3番手並走体制。最後の4コーナーを回って1番の桜井大地先頭で4番の渡辺が詰め寄ってくる。逃げ切ってゴールイン、桜井大地。さあ、レースの方は4コーナー回ってきます。2番の内村、動きを見せて赤番周回に入ります。さあ、3対3きれいに分かれて打掌周回1コーナー。さあ、アウトコースまた後方に下げました2番の内村です。4番のテリアが前を取ったまま2番の内村の出方を伺います。さあ、バックストレッチに入って、ここは2番の内村の動きを警戒しながら4番のテリアはマイペース。ジャンが入りました。1番の永田は2番手で3番手5番の時松。さあ、2番の内村4番手からここは前との差を詰めてくる。4コーナーを回ってきました。さあ、レースの方は正面に戻って、ここは完全に4番のテリアが主導権でラスト1周回。さあ、九州トリオが完全主導権、最終周回の1センターカーブ。さあ、4番のテリアに絶好番手は1番永田、5番の時松が3番手。さあ、2番の内村ここから発進、4番手から発進まくっていくも、ここはペース上がりません。バック3コーナーに向かっていく。さあ、ここでもう一度2番の内村踏んでくる。1番の永田はここは並走体制、インからブロック。4コーナーを回ってくる。4番のテリアが先頭。さあ、4番のテリアそのまま押し切るが、外から伸びてきたのは1番車永田修一。さあ、4コーナーを回って九州勢が早速ラインを上げてきます。残り2周の赤番ケージで、ここで4番の柿本アウトコースへ並んでくる5番の片山です。さあ、外からカバーする格好で持ってきた九州ラインですが、4番の柿本もここは突っ張る感じ。4コーナーを回ってきます。さあ、ここはライン元に戻りました。4番の柿本先頭のまま残り1周半、今鐘を迎えました。5番の片山4番手の位置にもう一度戻りました。3、4コーナーカーブです。
4番柿本もペースを整えていくところで4コーナーを回ってきます。さあ間もなく正面メインスタの前に戻ってきます。さあラスト1周回の鐘を迎えて、さあ4番の柿本出場権完全奪っていく。2番の吉田は2番手、3番手は1番の黒田、第1センター第2コーナーというところ1本の体勢のまま最終バック、4番手から5番の片山まくる、5番片山まくって3番手2番手までまくってきた。3、4コーナーカーブ、さあここはどうか、4番の柿本に迫る勢いだが、2番の吉田それをブロックして4コーナーを回ってくる。 4-2 の体勢で4番の柿本大輝そのまま押し切ってゴールイン。2番の吉田が2着。そして6番の是永幸弘最後方から展開見守ります。4コーナー回って直線に入って間もなく残り2周、ここで3番の宇根木が動いてきました。宇根木の後ろ3番の土井、同県岡山での連携ですが、それに大久保が乗ってきています。さあ第2コーナーからバックストレッチに入ったところ、さあ1番の土屋は前との車間少し切りました。後方の6番手位置、さあ鐘が入りました。3番の宇根木そのまま先行ペースを上げていく。7番の土井2番手、さあ内をついてきたのは5番の二条だ。5番二条が内をスーッとついて7番の土井のインコース粘った。さあここで2番手争いはどうか、5番7番2者並走体制。さあそこは1番の土屋が一気にまくってくる。最終周回で1番の土屋のまくり決まって後ろ離れた。4番の佐藤が離れて3番の宇根木が2番手の位置にはまる。第2コーナーからバックストレッチ、番手にはまった3番の宇根木、そして後方から7番の土井が追い上げてくる。バック3コーナーへと向かっていく。1番の土屋先頭で2番手に3番の宇根木、そして3番手はどうか、4番の佐藤か、最後の直線向かってくる。2番手からは3番の宇根木が直線かわして今ゴールイン。1番の土屋が2着。金歴安定感を増してきています。自在性があります。その2番手には7番の関口、そして3番手、ここは実績上位の1番の石井が3番手で、4番手に2番の高尾でありますが、そこまで今5番の岡村もアウトコースから並んでくる格好です。さあここで上げてきたのは5番の岡村です。さあジャンが入りました。3番手に位置を上げた5番の岡村、金が入っています。先頭依然変わらず6番の野口、2番手7番関口で、3番手には5番の岡村、さあ1番の石井も発進体制か、後方から4番の吉岡が踏んでくる。さあ4番の吉岡と1番の石井の両者踏み合って、最終周回の第1コーナーは4番の吉岡が先頭を奪った。1番の石井それにうまく乗ってきて2番手の位置。さあ第2コーナーからバックストレッチ、今度は2番の高尾がその後3番手、おいここは3番手つけていく。バックから3コーナーに向かって4番1番2番の上位体制で最終の2センターカーブ、4番の吉岡先頭で、番手からは1番の石井がここは直線かわしていく。1番の石井1着で今ゴールイン。2着通過が4番2番の接戦です。その前の静岡戦では準決勝追い込んで1着、決勝はまくりで惜しくも2着という結果でした。まくり自在性を得意とする鈴木、その後ろに6番の黒小路由美が続く格好です。さあ赤番周回の第1センターカーブ、さあここで動いてきたのは2番の鈴木です。6番の黒小路と一緒にゆっくり上がって7番の山原のアウトコースに並んでいきます。さあ鐘が入りました。先頭で3番の那須がジャンを受けています。1番の佐藤2番手、3番手は5番の村田です。さあ2番の鈴木はここは牽制する格好で山原を下げさせました。4コーナーを回ってきます。
さあレースの方は正面に戻ってくる。さあここで7番の山原がペースを上げていく。さあ最終周回の1コーナーに7番の山原グレードスピードを上げていく。後ろに乗ってきているのは4番の藤田だが、第2コーナーからバックストレッチに入った7番の山原が先頭を奪う。4番の藤田が2番手の位置、インコースでは3番の那須も粘っている。追い上げるは2番の今度は鈴木。3、4コーナーカーブ、7番4番体制かインコース3番粘って最後の直線に向かう。7番の山原が先頭です。7番山原圧勝体制1着で今五輪、2着通過4番藤田。さあ4コーナー回ってきます。まもなく残り2周という赤番ホームでここで2列並走となりました。さあ残り2周を切ります。6番の金貝がペースを上げて1番の宮本を下げさせます。1番下げて4番手位置、宮本俊介。第2コーナーからバックストレッチに入ってラインが前後ちょうど入れ替わった形で、さあ間もなく打礁を迎えます。バックストレッチ金が先頭、6番の金貝でなりました。4番の松岡2番手、さあ1番の宮本ここから発進、4番手から発進も6番の金貝インコースからブーンと突っ張った。4コーナーを回って6番金貝の後ろがやや車間が切れるも、4番の松岡それを追いすがっていく。さあ最終ホームを通過、ラスト1周回、6番4番2番と完全に吸収トリオ。1番の宮本は4番手からもう一度まくり返していく。第2コーナーからバックストレッチ、さあ1番の宮本の強烈なまくり、さあ後ろをちぎり気味だ。最終の 3,4 コーナーカーブ、5番の原も追走がいっぱいだが、1番の宮本の後ろなんとか追いすがってくる。最後の直線向かって1号体制、1番宮本1着今ゴール、2着通過が5番原。その3番の佐伯がゆっくり動いて5番の三宅を連れて岡山コンビが上昇。さあ残り2周を切って7番の松岡のところまで来ました。3番の佐伯が先頭を抑えた、引いていった7番の松岡です。さあ第2コーナーにかかります。7番松岡は後方の5番手位置、さあ先頭に3番の佐伯、2番手5番の三宅、さあここから7番の松岡発進、金を先頭で迎えた3番の佐伯だが、3コーナー4コーナーに向かってくる。ぐんぐんと7番の松岡ペースアップ、2番の山形を連れて、さあ一気に先頭を畳み込んでいく。さあ最終ホーム通過、ラスト1周回主導権完全に奪った7番の松岡、番手は2番の山形、3番手には4番の地元近藤、しっかり3番手食い下がるか。インコースでは3番の佐伯が並走。第2コーナーから最終バック、7番2番4番の体勢だが、さあバック3コーナーへと向かっていく。7番の松岡氏、番手は2番の山形、絶好の流れだが、最後の4コーナー回ってくる。番手絶好から2番の山形和樹、さあ決め足十分、1着で今ゴール、2着通過が5番三宅。さらに2番の岩谷がどうやら動きそうです。さあ残り2周というところ、ホームに戻って2番の岩谷動いてきます。マーク7番の松尾、赤番周回1コーナー先頭に2番の岩谷が行って、マーク7番の松尾、そして後方になった1番の友江はここで巻き返していく。第2コーナーからバックストレッチに入って1番の友江直也、一気に先頭を取って金を受ける。6番の斉藤2番手、3番手に3番の久保田が乗ってくる。2番の岩谷はここは叩かれインコースから下げていく。さあ4コーナーからホームに向いて間もなく最終ホーム、ラスト1周回は1番の友江が先行主導権。さあ6番の斉藤が2番手、3番手には3番の久保田となって、その後ろから中段の5番手から2番の岩谷まくる。さあ2番岩谷まくっていく、追走7番の松尾していくか。さあ大バックから3コーナーに向かってまくりが見事決まった2番の岩谷、さあまあ遅れながらも7番の松尾はなんとか2番手には食らいついてくる。さあ今度は3番の久保田が3番で切り替えて2番7番3番体制、2番の岩谷1着で今ゴール、2着通過が7番、あとは3番車。
それに3番の庄司信弘がそのマークに入っています。その5番小原が動きを見せて残りは2周です。さあ5番の小原先頭に一気に出てくるも6番の島田抑えていった。さあ5番の小原が先頭に出るもインコースから6番島田突っ張るが、さあここはペースが上がった。5番3番と強引に出ていきました。さあジャンが入って5番の小原が、さあそして3番の庄司が2番手、3番手は6番の島田で1番の坂本、さあ4番のここは吉田は後方に置かれて5番手位置、最終ホームを通過。さあラスト1周回、後方の出方動きを警戒しながら5番の小原がペースを整えていく。3番の庄司が2番手の位置、第2コーナーから最終バック、ここから5番手からまくるは4番の吉田、4番吉田まくっていく。さあいいスピードだ。2番の高原を連れてぐんぐんまくる。さあ5番の小原をまくり切った。4番の吉田が先頭、2番の高原2番手、さあ最後の直線に向かってくる。4番2番の体勢、4番の吉田1着に今ゴールイン、2着2番、3着3番の通過。動きを見せるか6番の松川、残り2周というところのホームに戻ってきました。 800m を切りました。赤番周回、6番の松川が先頭に出まして、すんなりと5番の佐々木は引きました。引いても4番手の位置取りがあります。5番佐々木にとっては4番手に下げましたが、第2コーナーからバックストレッチ。さあ6番の松川はこの4番手にいる5番の佐々木を意識しながらペースを配分していきます。さあ金が入っています。3コーナーから4コーナー、さあ5番の佐々木ここから踏んでいけるか、しかしそれを見て6番の松川突っ張った。4コーナーからホーム、6番の松川隆弘ペースを一気に上げて最終ホーム。さあ主導権を奪ってラスト1周、さあ4番手ここから行く、5番の佐々木が行く。最終周回の 1,2 コーナー、5番佐々木の強烈なまくり、1番の小倉を連れて一気に決めた。第2コーナーからバック、さあ4選手完全に前にできました。5番の佐々木が先頭で1番の小倉しっかり満点マーク2番手、7番の岩津は3番手で最終コーナー抜けてくる。さあ5番の佐々木の後ろからは1番の小倉迫ってくるがどうか、ゴール戦5番7番接戦か。